あ、これがここでやったやつですね。いや、懐かしい。山下直也と申します。熊倉澄子研究室アートマネジメント分野に所属しておりました。現在は東京芸術劇場の事業企画課で公演の制作を担当しております。クラシック音楽であったりとか、日本の伝統音楽にとても興味がありまして、固定化された演奏の枠組みを崩してどういうふうに新しい形の演奏会を作れるのかということを疑問というか興味関心を持っておりました。自分も企画を何本かやったりとか、公演の制作というものに学生時代に携わってきました。その中で我々プロデューサーであったりとかアートマネージャーが考えていることだけではなくて、アーティストとどういうふうにこう対話をしながら作ることができるのか、どういう可能性があるのかということを研究いたしました。あ、これがここでやったやつですね。これが2018年の時やったやつで、で、あとこれがオルガンの総楽堂企画のやつ。いや、懐かしいな。まずお話しできるのは、総楽堂企画、オルガン科の同級生と一緒にオルガンの企画を、考えました。彼女たちになんかこう気になっていることとか、問題視していることであったりとか、長くこういろいろな話、対話を繰り返していく中で、西洋文化の中にあるオルガンっていうのが日本にも流れてきたけれども、日本でなんで私たちがオルガンを弾いているのかっていうことに疑問を持っていることが分かりました。で、そこからこういろいろと展開をさせていって、日本人が作った作品をこう並べて公演を作ったりとか、その間に美術の子も交えてこうインスタレーションをこう間に組み入れたりするなど、そういった工夫をした公演を作ったりしました。この中町の家でも企画を実施しました。固定化された演奏会ではなくて、もっと違う視点からこう音楽を聴かせられないか、そういったシチュエーションを作れないかっていうことを特に考えておりまして、作曲家のフランチェスカ・レロイさんと方と一緒に古民家オペラを企画して上演をいたしました。谷崎潤一郎の小説の鍵をテーマにして、それぞれの登場人物や演奏家をこの古民家の中の別々の部屋に配置をして、お客さんが回遊しながら見るといったオペラを作りました。一番最初にここの部屋に入ってきて、ここでその鍵の登場人物の夫のバリトンの人と尺八とコンタロバスのトリオがここでイントロダクションをやって、でそれでお客さんがそれぞれの部屋に離散してて鑑賞するっていった。こっちは夫に対して妻の部屋で、ソプラノとチェロと雅楽器のショーが演奏してて、ここはですね、妻の愛人の部屋の木村の部屋ということで、四隅にクラリネットと琵琶がいて、で真ん中でこうダンサーさんが踊るっていったことをここでやりました。熊倉澄子研究室がそれぞれ現場で実践をやらないといけないっていうことがありましたので、ゼミの時間であったりとか、学生がそれぞれの現場のことを持ち帰ってきて、それを議論できる場がとても自分にとって勉強になったなっていうことを思ってます。理論と実践の応換ということで、実践したことをどう言語化するか、どう理論化するかっていうことを、重視されていたので、その現場で起こっていることであったりとか、その過程が解像度が上がっていくといったことが自営のプログラムの中でとても印象に残ってます。懐かしい。でもなんかね、僕もこれ2017年の夏かなに初めて携わったんですけど、全然右も左も分かんないし、歌の人たちとかって結構喉がこうの保つためにみんな水を飲むんですけど、僕お茶しか買ってなくてそれで歌手の人に怒られたりとかもしたし、こういう企画をやるのに何が必要で、何に配慮しないといけないのかっていうことを
やっぱり全然分かってなかったので、こういうやっぱ実践の場を持たせてもらって、自分が実際に手を動かしていろんな人と話しながら企画をやれるっていうのは、やっぱり相当大きい学びがあったなっていうのを思います。